全くろくなことがない。ゲイ、ドラッグ中毒、自殺未遂、今度は捨て子、一体どうなってる？テンテルテンテル坊主、私はあなたの妻となります。そのために私は400年の長き時を生きてきました。国民課の武田です。すぐに保護と施設への入居手続きを行ってください。福祉課の仕事でしょう。親は引き取るぐらいなら最初から捨てはしない。だったら施設で暮らした方がよほどあの子のためだ。あなたみたいな人が一緒の職場にいると思うと私は恥ずかしいです。どうして僕はそばにいられるんだい？何も聞かないから俺のことを。なんだよ。あなたの心の中は誰よりも人を求める気持ちが強い。セサ、太郎は母親に捨てられました。僕も捨てられました。あなたも。それで分かったんです、セツさんに対して僕は何をすべきか。武田君、身元不明のままであなたは婚姻手続きをしたでしょうか？資産があることが分かったからじゃないんですか？それまで誰も彼女のことなんか知らなかった。400年僕を待ってくれていたように、これからの400年だって答えは変わりません。